はい、どうも C です。今日はね、トロフィーの動画を撮っていきます。寝起きなんでちょっとぼーっとしてるけど、変なプレイやったら許してください。一応できる限りの範囲でなんでこのキャラをここに出したとかは説明していきます。あまりにも眠かったんで、ちょっとチケット 2,3 枚使って目覚まそうとしたんですけど、目は覚めませんでした。なんで眠いまま行きます。キャラなしね。はい、キミラだったらいいや。トリデヨンね。まあ、剣士は極力は、ね、遠くになるように置きましょう。第1と第2で砦の反対側のラインに重なるように出した方がいいです。で、大砲剣士重なるんで撃ちます。砦削れるのろくなキャラいないんで、ちょっと様子見、もう一発撃ちます。砦取った。キャラいっぱいいるんで一家に置きます。剣士負けしてるんで、ここからバルが、ちょっと様子見ます。多分ラインずれると思う。これはやばいですよ。ラインずれなかったね。下から決めていこうか。両方やれた。オッケー。こっからどうしようかな。真正面から殴らせるか。で、こうしよう。え、誰に攻撃したのあんた。あー、ずれちゃった。オッケー、これね。思ってたより剣士負けきつかったんで、装備作りました。今剣士のダメだよ。剣士1体に2体当てなきゃいけない状態、やっぱダメだ。しんどい。 OK、 倒してくれた。じゃあもう間に合わないんで、あと待ちっすね。とりあえず流しとくか、3体ぐらい。オッケー、勝ちです。あて、これ俺なんでやってるか言ったっけ。カニのディーゼル取るためにやってます。やっぱね、カニのディーゼルはないとダメだっていう結論になりまして、さっき取った後にさっきの D2 やって、でカニの D2 やって、で D1 かな、カニのっていう感じでなります。ちなみに他に取れる D0 はありません。 D1 もありません。カニのために無理やりキャラ孵化したみたいなところあるんで、うわー、飛ばすね。一発大砲撃ちます。ペンギン巻き込みたいんで。巻き込めてねえな、大して。止めれるキャラこれぐらいしかいない。ちょっと強引だけど、やり方としては。
基本剣士切りたくないですよね、弱いから。砦のちょっと上から行ってキメラが来ないような位置に置く。来ちゃったよ、ずれたせいでチビフォアが。まあいいか。砦の横からチュンチュンしようか。やっぱチビフォアが最強なんだな。あ、チビフォア30フルになりまして、最近、最近っていうか昨日なんだけど、激強だわこいつ。やっぱね、全然違う使う、何体感、もうこんな HP バー、これでただの30フルだからね。これに団子なんてつけようもんなら化け物ですわ。あと2試合ぐらいやろっかな。あ、なんか目覚めてきた、喋ってたら。まだ7時50分なんだよね。で、ちょっと変えたい。サイクルはしんどい、さすがに。シャッフルできてないの？まあ、いけるんじゃない？これなら。うるせえ、設定の通知が。ああ、上で止まった。なんだよ、これ。なんでそこで止まるんだよ。一発撃つか。大砲消えたタイミングでゴブリン走らせ、あー2発撃ってたこいつ。え、ちょ撃ちすぎじゃないこの人。大砲撃かないとこか。どうしよっかなこれ。ハイパーきつくて笑う。倒してくれ、せめて倒してくれ。オッケー、負けだけど。いやー、1レベル2体引き連れてんのやべえ、えげつねえわこれ。全然喋れなかった今、必死で。まあまあいいでしょう。次行きましょう。次ラストの試合にしようかな。でももうちょっとで剣士負けし、多分しなくなるのかな、剣士の武器作れば。そしたらかなり楽になりそう。後出し剣士で負けるのはね、ちょっとさすがに NG だったから。
で、一応こっから先なんだけど、俺多分バルガは捨てるのかな。バルガ捨てる予定ではいる。どこかしらでメタドラトレガに切り替えたいんだよね。お、5倍いいっすね。何のサイダーこれは。とりあえずスキルだけ打ってもらって、平井心でずらしいの砦だけ取り行こうか。切っちゃったね相手。なんとなく止める。もう終わりだけど OK。 まあそこそこ稼げたんじゃないですかね。あー、ルーキーボーナスが下がった。あ、最初から300だっけ。まあいいや。じゃあこんな感じで動画は終わりたいと思います。しばらくってか明日も多分トロフィー動画だね。じゃあお疲れ様です。